え皆さん、こんにちは。東京大学教養学部主催、高校生と大学生のための金曜特別講座にご参加くださいまして、誠にありがとうございます。私は本日の司会を務めます、東京大学教養学部統合視線科学科の荒井宗人と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この講座では、高校生と大学生の進路選択の参考になるように、 主に東京大学の教員がそれぞれの専門分野の魅力を分かりやすく解説しています。2002年から開校され今年で20年目、これまでに440回以上開校しています。また、金曜講座では2004年から全国の高校にインターネット配信を行っております。昨年度からは高校生の皆さんが自宅から自分のパソコンやスマートフォンなどで受講できるように 配信方式を変更しました。先着3000名までは、ズームウェビナーで参加でき、講義後に口頭で質問をすることができます。3000名を超えた場合には、YouTube を使って限定公開でライブ配信を行います。本日は、東京大学の学生のほかに、北海道から沖縄までの約500の高校の高校生たちにも配信しております。この500という数は、 日本にあるすべての高校の約1割に相当します。さて、この金曜講座での講義は、これまでに13冊の本になっております。最近では、昨年5月に新たに2冊が刊行されました。地のフィールドガイド、生命の根源を見つめるは主に理系。地のフィールドガイド、異なる恋に耳を澄ませるは主に文系の内容ですが、 高校生にも分かりやすいように書かれていますので、分離を問わず、幅広い分野の内容を読んでもらえたらと思います。もしよろしかったらご覧ください。それでは本日の講師をご紹介いたしましょう。本日の講師は、東京大学教養学部統合視線科学科准教授の柳沢美穂先生ですえ。簡単にご経歴をご紹介いたします。 柳沢先生は2005年にお茶の水女子大学理学部物理学科をご卒業後大学院に進学され2009年にお茶の水女子大学大学院人間文化創生科学研究科理学専攻の博士課程を修了され博士理学を取得されましたその後日本学術振興会特別研究院を経て2011年から、えー、九州大学大学院 理理学学研究院物理学部門の助教2014年から東京農工大学大学院工学研究院特任准教授そして2017年から現職の東京大学教養学部統合視線科,科科准教授に着任されておられますまた今年度からは東京大学大学院理学系研究科物理学専攻の准教授も検討されておられます ご専門はソフトマーター物理学と生物物理学です。これまでに多くの受賞歴がございまして、2012年に日本物理学会第6回若手奨励賞、2018年にお茶の水女子大学第2回安井小野賞、それから大学女性協会第20回森田科学研究奨励賞、2020年に日本物理学会第1回米沢文子記念賞、 そして科学技術分野の文部科学大臣表彰、若手科学者賞などを受賞されていらっしゃいます。本日は、生物細胞の形は何が決める物理学からの答えというタイトルでご講演をしていただけることになりました。60分間のご講義の後30分間の質疑応答の時間を取る予定です。それでは柳沢先生、よろしくお願いいたします。 先生ありがとうございます東京大学教養学部統合自然科学科の柳さん美穂です。えと本日はあの先ほどご紹介し、ま、あのされましたように、えっと、生物細胞の形は何が決めるという課題に対して、物理的な視点から、えー、答えを探るという研究の、えー、と仕方についてあのご説明したいと思います、えっと。先ほど新井先生にご紹介いただきましたように、 研究のタイトルには細胞という話が出てるんですけれども、えー、と私は実はあの生物学科を卒業したことはなくて、えー、と大学の、まあ、物理あの物理学科を卒業し、えー、その後と、えー、除去ですね大学のスタッフの、まあ、最初の家庭とも言えますが除去になってからもずっと,、えー、と物理という名のつくところにいました。 でなぜじゃあ物理を専攻してきたのに今生物に面白さを感じて研究をしているのかという点についてちょっと最初にお話ししたいと思いますでその話にえと入る前にぜひ皆さんにちょっとえ質問をしたいと思いますで質問1つ目ですえ高校の理科の中ではさまざまな理科科目というのがあります例えばまあ物理や科学生物地学など まあ皆さん、今まで選択されていくつかの科目を勉強されてきているかと思います。でその中で2つ質問をします。まあ、1つ目は、一番得意な理科科目は何ですかで ?2 つ目は、好きな理科科目は何ですかという問いです。ちょっと皆さん、頭の中で得意な科目、好きな科目というのを思い浮かべてみてください。この質問は、 あの東京大学に入った1年生の学生さんにもよく聞く質問ですはい、思い浮かべていただけたでしょうかで、回答例私の場合についてちょっとお話したいと思いますえ私が高校生の時に得意な科目と聞かれたならばこれは物理と答えましたこの時には でこの時多分得意という意味は、まあ、いくつか考え方がありましてまあ最初に多分想像するのは点数が比較的取りやすいというのが高校生の想像するところだと思います。でそれに対して好きな科目と言われた時に私は生物と答えたと思います。 でこれはなぜかというと、すごくシンプルに、まあ、生き物がなんとなく好きでしたというのもありますしあ、生き物ってなんか不思議だなと思っていたところがあったからです。でこのように得意な科目と好きな科目というのは一致しないことがあります。で皆さんはどうでしょうかとでその いろんな理科科目の中で、あるいはまあ数学とかさまざまな文系科目も入れた中で,です、ね、将来学びたい対象の中、対,対象というのがまあ具体的にまあ既に決まっている場合にはです、ね、最も関係する科目って何でしょうかと、ちょっと想像してください。で、そのにまに、まあ、多くの場合そうあ、多くじゃないかもしれないですけれども、まあ、一致しない場合もあるし、一致しなくてもいいんですよということを、一つのメッセージとしてお伝えしたいです。 でなぜかというとあの最先端の研究というのは、まあ、多様な学問から得られる知識や考え方を適用することで進展してきている側面があるからです。例ええば無関係に見るる学問がが新ししい視点をもたらしてくれることがありますでなので例えば皆さんがこの科目はなんかちょっと面白いけれども苦手だなというそういう得意じゃなくても好きな学問というのをぜひ大切にしてください。 でその興味というのが何か皆さんが後で選択した後に実は役立つということがあると思っています。でこの流れがですね私が、まあ、あの物理をずっと専門としてきたんですけれども、まあ、生物に興味を持ったあの大きな理由になります。でここからはですね私が専門としている、まあ、ソフトマター物理、あるいは生物物理という学問の中身について簡単に説明したいと思います。 こういった学問は多分皆さんあまり聞いたことがないかなと思います。例えば生命科学あるいは生物学といったときに対象とする生物って実は非常に多様です。一つの分け方として大きさに対してちょっと分類をしてみましょう。大きいところでは我々個体です。私たち例えば人間を例にとってみると もう少し小さいスケールに見ていきますと、さまざ、あ、まな心臓などの臓器があります、組織がありますで。組織はじゃあ何からなっているのかというと、細胞からなっています。で細胞の典型的な大きさは10のマイナス6乗メートルで、これはマイクロメートルと表現します。で、マイクロメートルという、まあ、目に見えない細胞サイズの大きさになってきますと、ちょっと具体的な サイズのイメージがちょっと取りにくいかと思います。で、私がですね、よく例として述べているのはですね、髪の毛の太さ、これ大体数百マイクロメートルです。ですので、それのまあ100分の1ぐらいの大きさを想定してみてください。で、細胞は、まあ皆さんあの、当然聞いたことがあろうかと思いますが、細胞はさらに分子からなっていて、分子という話になってくると、いわゆるナノ,のナノメートルとかですね。 あのオングストロームと呼ばれるようななサイズ域になってきます。でこのように、まあ、一見ですねこう生物を対象とする生物学とか生命科学というあの学問においても非常に多様な空間スケール大きさを持っていましてそれぞれに得意な分野というのがあるんですねでそれをですね何とか生物とか呼ばれる、まあ、学問でいろいろ並べてみました。 でこれはですね、まあ、私がちょっと並べた見たもので、厳密ではないんですけれども、まあ、いろんな学問がですね今までにできてきています。で例えば、まあ、小さいところからいきますと、分子生物学とか比較的分かりやすいですね。分子を対象とする生物学ですよとか、あるいはタンパク質を対象とするまあ化学、この辺はちょっと、えー、想像がしやすいかと思います。同じように細胞を対象とする生物学。 で一方で、ですね情報とかシステムという言葉が入ってくると、ちょっと想像しにくくなってくるかと思いますで。これは先ほど述べたような、複数の学問が混じってできた、えー、生命科学なんですね。例えば、なんとか科学と呼ばれるものは、まあ、あの科学が入っていますし、農芸科学に関しては、例えば発酵とかですね、そういった知識が入ってきています。 でシステムあるいは情報と呼ばれるものに対しては情報学が入っていて、まあ、例えば、まあ、遺伝子の情報とかですねそういった知識考え方を生命科学に適用した学問になってきていますでは私は何をしてきたかというと大学からですねずっと物理学を専門としてやってきましたので物理学を使って 生命を理解しようとする学問をしてきていますで。その中にいくつか学問がありまして、例として今日、えー、皆さんにご紹介したいのは、まあ、生物物理学、ソフトまたは物理学、合成生物学、この辺の学問になってきます。でこのようなです、ね、物理学を使って生命を理解しましょうという学問は、 比較的新しくはあるのですが、昔からそういうことを考えてきた物理学者がいなかったわけではありません。最も有名なのがシュレディンガーです。量子力学で有名なシュレディンガーです。彼は えー、生命とは何かという講演を1943年にしまして、それをまとめた本というのは、まあ、生物を物理的な視点から理解しましょうという生物物理学を、えー、説明する上で、まあ、最も有名な本といえます。続いてです、ね、同じく物理学で有名なファインマン。ファインマンが亡くなったときにです、ねえー、彼が所属していた、まあ、大学の黒板のところに、 最後ですね、亡くなったときに何が書いてあったのかというのが保存されていまして、そこのちょっとこの左上のところに英語が書かれています。それを抜き出したのがこの文言です。What I cannot create, I do not understand って書いてありまして、これ皆さん訳してみてください。これは作れないものは理解できないと書いてあります。 逆を言うと、作っていけば理解できるとも解釈できて、つまり生物も、まあ、非常にその生きているものって複雑なんですけれども、結局は分子からなっているわけなので、それを作れたならば、あるいはその生命現象、あるいは生命機能の一部でも作り上げることができたならば、その仕組みを理解することができるというふうに捉える、直すことができます。 でこうした作って理解しようという生物学の学問は、近年、合成生物学と呼ばれて発展してきています。はい、というわけで、私はです、ね、ずっと物理を勉強してきたんですけれども、まあ、生物、面白いなと思いまして、生物に関する物理学の研究というのを今までしてきています。 でなんで、まあ、その生物面白い、じゃあソフトマッター、あの柔らかい材料ですね、あの生き物も柔らかいですので、まあ、そういったものに対して、なんで興味を持ったのかというと、もちろん、最初から大学に入った時から、あるいは入る前から、そうしたあの学問に興味を持って研究者になろうとまで思っていたわけではありませんで、さまざまな人や本を通じて、こうしたものにえ興味を あの高めていった経緯がありますでじゃあどんな、えー、機会を通じてですね興味を持っていったかっていう話なんですけれども、えー、と一つ大きなあの機会としてあるのがさまざまなですね学会が20代30代の若い若手の学生さんを集めて、えー、研究会を開いたりいろ、まあ、んなその、えー、活動をする あの会があります。それをです、ね、通称、若手の会と呼びます。で例えば、今私が専門としている生物物理学だけでなく、物理、物性と呼ばれるものや、生化学、脳化学、まあ、いろんなです、ね、若手の会が世の中にはえ存在しています。まあ、皆さん、ちょっと興味を持たれた方は、ぜひあの検索してみてくださいで。そうした若手の会が毎年です、ね、夏の学校というセミナーをです、ね、開いています。 で、私もですねあの、生物物理の夏の学校というのをあの昔オーガナイズしました。これ2008年のちょうど学生の時です。でこの時あの、夏なので、まあ、7月なんですけれども、ちょうど私はこの前ですね、6月末までフランスに留学をしていまして、まあ、フランスでもいろんな人に会いましたし、夏の学校を介してもまあいろんな人に会って、本当にあの博士課程の時には、 いろんな人たちと交流をしてどんな学問が面白いんだろうとよくよくこう考えていた時代になります。で、そうしたですね、まあ、あの比較的あのこうした夏の学校というのは、まあ、その専門分野に興味を持った人が、まあ、集まった回ですけれども、その前には何をしていたかというと、まあ、学部生の時ですね、あの所属していた大学、お茶の水女子大学であの、かなり人数少ないです。 で、ある程度こう交流する人も限られてます。でも、あのまあ、皆さんインターネットを介したりとか、あるいはまあ東京には複数の大学があります。でそうしたですね所属大学を越えて、まあ、友人たちと一緒にあの勉強するということをやっていました。それによく実習ゼミとか呼びます。で、その頃一緒にあの学んでいた学生、あの友達は今、同じですね、駒場にありますあの教育学研究所とか、生理科学研究所などに。 あの準教授としていまして、お互いに本当に、えー、切磋琢磨しながらよく勉強したなと思っています。なので、皆さんもぜひあの大学に入ったらさまざまな機会を利用して、いろんな知識を得ながら、まあ、何が自分で興味があるんだろうということをぜひ考えていただければと思います。はい、で、前置きがなくな長くなりましたが。 えここからですね、本題として、えー、生物細胞の形は何が決めるという、えー、話に対して、お話をしていきたいと思います。はい、でまずですね、まあ、生物を専攻していない方もいらっしゃるかと思うので、簡単にまず細胞とはという話からしたいと思います。でこれはあの動物細胞の、まあ、模式図になっています。まあ、詳細は仮定しますが、 一番表面のところを見てみますと、細胞というのは細胞膜と呼ばれる薄い薄膜で覆われています。これを拡大してみますと、細胞膜というのは、まあ、同じ分子がですね、ちょっとこう2つ合わさった形をしているのが、えー、分かるかなと思います。これですね、この赤い部分がお互いに向き合っています。 でこれをです、ね、さらに拡大して何からなっているかというのを簡単にご説明しますと、まあ、洗剤に似たような物質、主にはン脂質と呼ばれる物質からの基本的な構造がなっています。で洗剤に似ているという意味は、えー、丸い部分が水が好きな部分でして、この足ですね、紐のような部分が水が嫌いな分子です。 で我々生物はです、ね、非常に多くの水を含んでいますので、えー、そういったです、ね、水が多い環境下に、このリン脂質と呼ばれる物質をです、ね、添加しますと、えー、自発的に、勝手にです、ね、水が嫌いな部分というのが水を避けようと思って、お互いに集まってきます。つまり、水が嫌いな部分がお互いに集まって、水が好きな部分というのが、まあ、外側が今、水だと思ってください。外側にに向いてこのように えー、膜をですね自発的に作ります。でこの末端ですね端っこのところは水が嫌いな部分が露出していますので、じゃあどうすればいるい,いのかというと、これがですねくるっと丸まって、ですね小砲と呼ばれるような膜のですね嗅覚状のものをカプセル型ですねを作りますで。こうしてですね臨脂質のみから人工的に作った、えー、細胞膜のことをリポソーム。これはリポ リポソームという意味は、リポが脂質でソームというのが小胞体という意味です。でこのです、ね、細胞膜からなる小胞体、これは、えー、最も簡単な細胞のモデルとして今まで研究がされてきています。でえー、と簡単なです、ね、細胞のモデル、ここでは人工細胞と呼びますが、そうしたです、ね、細胞の理解に使うだけでなく、 輪脂質というのは我々の細胞の中にも含まれているので非常にですね生態親和性が高いです。ですのでこの中にさまざまな医薬品とか化粧品を入れるという器としての機能も果たしていまして実際に医薬品や化粧品として幅広く使われてきています。さらにですね外側を油としてあげますと このリン脂質の一枚で覆われた、まあ、液滴のようなものも作ることができまして、これもよく使われています。で今日の、えー、講義では、まず一つ目のお話として、この左側のリポソームと呼ばれる人工細胞を用いて、えー、細胞の形を理解しましょうという話について、えー、ご紹介したいと思います。はい。えー、まずはじめにですね、 えリンシスを水の中に溶かしますと自発的に小胞体を作りますカプセル型の膜ができますよという話をしました。でこの膜は、えー、半糖膜性といいまして水などの小さな分子は通すんですけれども例えば糖とか塩とか大きな分子は通すことができません。ですので、まあ、最初はですね水で 膜のです、ね、内側と外側を作るんですけれども、その後にこの膜の外側に対して、まあ、糖などを点火しますと、外の方が、えー、濃度が高いので、その濃度が高い方に中の水が抜けていきます。つまり、中の水の体積が減ります。でそれに伴って、この人工細胞はぶよぶよになっていきますこれを変形と呼びます。 でこの変形に伴って、実はリポソームというのは非常に多様な形へ変形するということが分かっています。例えば最初に球状のリポソーム、人工細胞を作りまして、それに対して外側に糖の水を多少入れまして、ゆっくりと脱水させてあげます。でそうすると、ある一部はですね、真ん中のところにへこみを持つ赤血球のような形に変形した後に、 そのへこみが片側に集まって、つまり平らなものをべこうベとへこ,んへこませた数ですね。その状態から、えー、さらに脱水しますと、内側に小さい子どもの照法、えー、を作るという形に変形したり、あるいはその赤血球の状態から、この潰れている平らな面に沿って、足が生えてきましたこのような多角形のような,なんか複雑な形に変形するものも。 ありますで一方で下側の変形の経路を見てみますと今度はですね、えー、チューブ型ですねどんどん細長く変形していくという変形があったりあるいは洋なしのようなちょっといびずな形を経て外側に小胞体を作るという形が出てきます。でこの外側に小胞体作るというこの形を 一番最初に説明したこの右端の形と比較してみますと、小方のできている場所がですね、最初の作られている人工細胞の内側と外側ということで、全く真逆であるということがわかります。このような、まあ、非常に多様な形態が現れるにもかかわらず、この膜を作った分子というのはたった1種類です。たった1種類の分子から実際に赤血球のような形や 多様な形が生まれてくるというのはどんなメカニズムなんでしょうということを、えー、考えるわけですで。例えばですね、その変形の、えー、先ほど示した一番上のですねプロセスについて、えー、実際に動画でちょっと見てみたいと思います。大きさはですねこの、えー、細い、えー、バーが5マイクロメートルで、まあ、大体、あのー、人の細胞と同じぐらいだと思ってください。 徐々に脱水をさせていったときにどんな形になるのかというのを動画でお見せしたいと思います。これ、今見えていますかね。これ非常に強く揺らいでいるのが分かっていただけるかと思うんですけれども、まずですね脂質のみからなる細胞というのは非常に柔らかいです。単純に室温で見ているだけで非常に強く揺らぎます。でさらに水をですね抜いていく過程で、 細胞はこのようにですね、今、赤血球と思われるへこみを使った状態から、その一部がですね急にへこんで、その後、内側に消耗化を作るというプロセスへ変形します。でこのプロセスはあの脱水のプロセスにもよりますが、まあ、非常に早いプロセスです。でこういったですね、まあ、変形が1種類の分子から、えー、見られるわけなんですけれども、実はこのプロセス、実際の赤血球が 同じようにです、ね、外側に糖を与えて脱水させた時の変形プロセスと幾何学的にはほぼ一緒です。つまり皆さんよくご存知の赤血球というのは、まあ、ある生態環境下で細胞の中と外の、えー、浸透圧がです、ね、バランスされていて水はです、ね、膜を、まあ、出たり入ったりするわけなんですが基本的には同じ量の水がやり取りされているので、まあ、体積は保存されていると思ってください。でこの状態から 外にですね、糖を入れますと、水が抜けて、えー、しょぼしょぼになんかこう、ぶよぶよになっていきます。で、その時っていうのは、あの、えー、コンペイトー型、ちょっとわかりにくいかもしれないんですが、あの、こういっぱいですね、トゲトゲが生えたような、ちょっと面白い形になります。で、一方でですね、外に水を加えますと、中の方が浸透圧高くなりますので、どんどん防潤して膨らんでいって、やがては破裂してしまうというプロセスになります。 で、これは浸透圧を変えることによって、可逆的に起こります。繰り返し起こることができます。で、これを先ほどお見せしました、ちょっと動画、あの、早くて分かりにくかったと思うんですけれども、もう一度ですね、確認しますと、まあ、赤血球があったときに、脱水をさせるとですね、凹みが片側に寄せ集まったストマートサイトというのになって、内側に、あの、一部消耗するっていうのは、消耗化するという話あったと思うんですけれども、その一別のプロセスではですね、こう、 いなんていうかトゲトゲがいっぱい、えー、生じる変形っていうのがあるんですね。これ脱水側です。でこれは赤血球の脱水させたときもですね、実際同じようにトゲトゲがいっぱい形成されます。一方であの、この赤血球型に対して、外に水を加えてもう,じもう一度防潤させますと、中に水がどんどん入っていくので、えー、休憩に戻ります。これは可逆的に起こすことができます。でこれは非常になんか幾何学的には似ているでしょうと。 でもご存知のように赤血球というのはその中に大量のタンパク質がありますし、まあ、膜を見てでもですね、いろんなあのタンパク質とか細胞骨格とかあるんですね非常に複雑なあの構造をしています。でにもかかわらず浸透圧による脱水の変化に伴う変形というのはあの同じように1種類の分子からなる人工細胞で再現できますよというのが面白いポイントです。 じゃあ、これ、こんなにシンプルな、えー、材料からなる人工細胞で、その変形プロセスを再現できるのであれば、これは物理的に説明できるでしょう、ということを考えるわけです。じゃあ、どうやって理解するのでしょうかと。とここでですね、皆さんえ、厚みがある膜というのを、どうやってこう物理的にモデル化するかということをちょっと考えてみましょう。はい。で半径が R の Q、えー、のですね、核を考えてください。で、今、えー、膜はですね、二分子膜という脂質が寄せ集まった膜ですので、外と内側ではですね、まあ、あのこんな形でちょっと、えー、曲がっている状態を考えてみてくださいで。そうしますと、必ずですね、内膜と呼ばれている内側と外膜と呼ばれているこの外側にはですね、面積差が生じているはずですよね。これはなぜかというと、まあ、一つの膜こういった あのカプセル型の商法を作ったときに厚みがあるからです。だから厚みとこの形、今の場合、9なので、まあ、半径ですね、半径に由来する面積差が必ず生じているはずです。でも、ですねこれに対してもう一つ別の面積差があるはずです。それは何かというと、この外膜と呼ばれている外側の部分と内側の部分には、それぞれ脂質という分子が入っています。 でそれをですねあの外側に入っている分子を N の、まあ、プラス、内側の分子を N のマイナスと一緒に考えてみてみましょう。で今、1種類の分子から人工細胞を作っていますので、その断面積をですね、まあ、A0 と仮定してみますと、外と内側に入っている分子の数に1分子の面積ですねをかけた、えー、積が分子の数の差に由来する面積差であるはずです。 じゃあこの2つの面積が違っていたら皆さん、えー、どんなことが起こらなきゃおかしいですかねということを想像してみてください。で、えー、面積差この形と厚みに由来する面積差と分子の数の差に由来する面積差が違うとき膜はですね 横方向、この膜に対して横方向に圧縮や伸縮をしなければいけません。ちょっと具体的に想像してみてください。はいえー、厚みがある膜を考えましょう。外側が赤です。内側がこのようにグリーンで書いてあります。でですね、この今模式図に書いてあるようにですね、条件として内膜の分子が外膜よりも多いとき。で、分子というのはある固有の こう心地よい断面積があるんですねつまり、ちょっと広がってると居心地が悪いし、狭すぎても居心地が悪い,という。まあ、これはなんかあれですね、まあ、人間の感覚と一緒ですね。こうあまりあの人が痛すぎると寂しいし、ぎゅうぎゅうでもつらいといで。その時に、じゃあ、外膜は圧縮されますか伸びますか同じように内膜は圧縮されますか伸びますかでそれがあった時に、じゃあ膜はどんな形になったら幸せでしょうと。 いうことをちょっと想像してみてください。はい、どうでしょうかはい、想像できましたでしょうかで答えを言うと、これです、はいえー。内側の数が少ないので、えー、外膜は圧縮あ、間違えました、えーとそ、外膜が圧縮ですね、はい、内膜は伸縮、伸びます。 ということは、膜はですね、最初のこの平らな状態ではなくて、内側にとそうあの、内側にへこむような形になるということです。で、この基本的な原理が気づきますと、いろんなですね、安定な形というのがどんなものかっていうのを理解することができるようになります。で、これを理解するために、 皆さん、高校でやっているですね、バネの弾性エネルギー、これをちょっと思い出してみてください。バネを質量 M の重りをつけて引っ張るっていう問題、よくあると思います。これちょっと思い出してみてください。えバネのですね、バネ定数を K として、自然長を X0 としてで、それに対してなんか重りを与えて伸びた時のエネルギーを考えましょうってよくやりますよね。はい。 でこの時の曲げの、曲げこの伸びのエ、ね、ネルギーっていうのは、まあ、このように書くよっていうことはやったかと思います。で、この時、じゃあ、重りによってどんな長さが安定かというと、まあ、自然長からですね、その伸びた長さ、この差分を事情として、これ微分しますと安定な形が求まる。まあ、全く同じことをですね、この二次元の形に対して行いましょうということです。この膜もですね、バネのように、 あるですね、えー曲、曲げ弾性という定数を持っています。また自然調と同じようななりたい形というのがあるんですね。でそのなりたい形からのズレを、この力学的な曲げに伴うエネルギーとして考えてみましょうということですで。先ほど考えた分子の数の差に由来する曲がり方というのは、この自然な形に該当します。 で、この自然な形が分かると、例えば脱水させて変な形にしていくと、この長さですね。バネでいう長さ。膜でいう形にを表すパラメータが変わるんですね。でも形が変わった時に、その膜に含まれている分子の数によって、なりたい、本来なりたい形が違うんですよということを意味しています。 で、この本来なりたい形っていうのは、正直目では見えないですね。目では見えないんですけど、実は膜ってそれぞれの細胞で、この膜に含まれている外側と内側の分子の数が違っていて、なりたい形がちょっとずつ違うんですよです。で、それによって、実は外側に曲がった方が幸せですよ。内側に曲がった方が幸せですよと。 いうことを考えてみてくださいということですで。同じだけ体積を減らしたとしても、外に糖を加えて同じだけ脱水させたとしても、もし外側の分子が非常に多かった場合には、外側に曲がった方が幸せなので、この赤血球で見られているようなイボイボな外に凸の形っていうのがより安定になりますし、逆にですね、内側に分子が非常に多いときには、 内側にへこんだような形の方が安定ですよということです。これはまあ計算上分かること、分かった形というのがこれ今赤で書いてありまして、実際の赤血球を脱水させて得られる形というのが、この白黒で書いてある、あの白黒で示されているものです。まあ、幾何学的に見るとですね、ほとんど同じような形を示しています。じゃあ本当に、じゃあその膜に含まれている分子で決まってるんですかって皆さん思うと思います。で、それに関してはですね、 まあ今はですね、分子を操作することができるんですね。例えば外から分子をいっぱい外膜に入れたり、逆に外膜にある分子を引き抜いたりするという分子の数の差制御ですね。分子の数の制御をすることによって、定性的にはこうした分子の数の差が形を決めているという、まあ、考え方が正しいということがわかりまして、こういったまあ小胞体の形に関しては、今ご説明した、まあ、あの、 原理、機構が正しいというふうに今考えられています。で、もちろんですね、まあ皆さんご存知のように、実際の赤血球の膜でもそうですけれども、まあ、脂質だけじゃなくて、まあ、脂質もですね、非常に多様な、あのー、種類がありますし、まあ、膜タンパク質を考えますと、膜タンパク質って実は脂質よりももっともっと大きいんですね。 でそういったものとか、あるいは細胞膜の下には、ですねタンパク質、細胞骨格と呼ばれる、例えばアクチンとかですね、いろんなタンパク質、極在しています。そうしたタンパク質の影響であったり、あるいは、まあ、赤血球を例に考えますと、形といっても、ですね非常に細い血管中を流れる場合には、その血管の太さであったり、まあ、血液のドロドロ具合ですね、によっても、当然、ですね膜っていうのは動的に変わっていきます。 ですから、まあ、今お話しした話というのは、まあ、外からそういったですね、様々な力がかかっていないとき、まあ、比較的シンプルなあの膜の場合には、そういった考え方が使えますよという話だと思ってください。はい。じゃあ、あの、もう一つ、あの、えー、細胞の形を理解する上で、あの例をお話ししたいと思いますで。それはですね、細胞の膜の上でですね、 総分離と言われる複数の分子が分かれる過程があったらどうしでしょうという話です。で、こういうですね、複数の分子を使って同じように人工の細胞を作りますと、条件によって、まあ、例えば温度などによって、この膜の上でですね、特定の分子を寄せ集める、分離させることができます。でこの分離というのは、一番簡単に言いますと、 あのちょっとこれ見えるかわからないんですけど、まあ、ドレッシングですねドレッシングというのはあの、まあ、種類によりますけれども、まあ、液体と油からなっている場合はですね例えばまあ一時的にこうやって振ると混じっているように見えるかもしれませんが置いておくとどん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 分かれていくとでその過程というのは、まあ、小さい油玉ができて時間とともにどんどん融合してやがては最初の状態であった、まあ、こういう2つにマクロにですね 実際にですね、これをです、ねまあ、顕微鏡とかを使って、えー、小さいスケールで分かれていく過程を見てあげますと、やっぱりちっちゃい粒がで,す、ね、できて、それがお互いにどんどん,どん,どんこう融合していって、マクロに大きくなっていくというプロセスを見ることができます。でなぜこれ、あのお互いにです、ね、こう融合してサイズが大きくなっていくのかというと、 もともと分かれるということは何を示しているかというと、まあ、この中に含まれているこの分子 A、分子 B、このお互いにですね、中が悪いんですね。中が悪いので、一番こう接してる部分があの少ない方が幸せなんですね。でそれをまあ界面と呼びますで。この界面の面積が一番少ない状態は何ですかというと、 マクロに分かれた状態ですつぶつぶがいっぱいあった場合はそのサイズの表面積かける数分だけ界面があるはずなのでこのようにマクロに分離した時が最も安定なはずです。でつまりこのようなです、ね、分かれるという過程を考えた時にはある分子とある分子が接している間に働いている界面というものが非常に重要だと分かるわけです。 でじゃあ、そういうある分子とある分子に分かれる現象が、先ほど皆さんがあの見た人工細胞、これで起こったら、じゃあ何が起こりますかという話です。で、実際やってみると、ですね実は膜の一部がですねこんな感じでポコポコと外側になんか突き出して、消耗化したり、内側に突き出した変形をするんですね。 これ赤い部分と青い部分がそれぞれ違う分子を示していまして、この膜の中に赤いやつと青いやつがいるという状態です。でこの時でとき、ね、まあ、皆さん、さっきあのバネのエネルギーから膜の形のエネルギーを出してみたので、ちょっと想像がつくかと思うんですけれども、例えばですね自然な形が平らだとします。で平らな形が幸せだった時にこの ポコッとですね、あの、外側にとか、まあ、あるいは内側に出る起源って何だと思いますかという。形が変わるとエネルギーって高くなっちゃうんですよね。だってなりたい形、今平らなので、平らな状態でいったいはずなのに何で曲がっちゃうんですかと曲がったらエネルギー的に損なわけです。じゃあなぜでしょうとでこれ重要となるのが先ほどお話しした、この総分離したことによって、中が悪い境界ができたっていうことです。 つまりこの青い部分と、まあ、外側がちょっと赤だと思ってください。その海面がありまして、まあ、これ円だとすれば、この境界のえ円周ですね。円周分だけ海面が存在しているわけです。もしこれがこのように外側とか内側にあのポコっとですね、出た場合っていうのは、境界の長さって、この青い部分の面積が一定だとするなら小さくなりますよね、へしのへりの長さって。 なので、この海面が K 全体に対して、まあ、大きいとき、この膜というのは平らでいるよりも曲がった方が安定ですよという状態に変わるんです。で、これじゃあ、どのぐらいのですね、サイズから、じゃあ、こっちの曲がった方が安定になるのかっていうのをちょっと計算してみますと、バネ定数みたいな膜が持っている、えー、定数っていうのがたいですね、10のマイナス19乗ルぐらいで、 海面張力っていうのも、これも今まで様々な人が測っていまして、だいたいですね、4×10 のマイナス12乗ニュートンぐらいです。で、これをちょっとあの、重量を、ニュートンを使って、あの、単位を書き直してみると、どれぐらいの長さから、この海面に働く張力が支配的であるのかというのをちょっと推定することができまして、 えと時間の都合でちょっと答えすぐ出しちゃいますと、大体25ナノメートルぐらいと分かります。で、つまりあの、小さいこういう変形をさせるのにはですね、エネルギー結構いるんですね。でも、一旦ですね、ま、この膜の中で違う種類の分子がお互いに寄せ集まるような、ま、総分離と呼ばれるような現象が起こると、 すごく小さい集まった部分ができた時にもう曲がった方が安定になっちゃうんです。で、こういう膜がですね、平らな状態から分離したことによって曲がった方が安定に変わるよというのは実は生物の中ではよくありまして、これです。 えーとサイトウシスと呼ばれるプロセスで細胞の一部がですねあのその部分に、そう分離した部分に運搬したい物質をこう寄せ集めまして、それが細胞の内側とか外側に、えー、こうくびれることで運搬する、輸送するという経路があの変形の、えー、機能があります。物質輸送機能というのがありますで。このプロセスとですねあの非常によく似ているとで。何が言いたいかというと、 基本的なあのこのじゃあ輸送は誰が指揮しているのかっていうのはここに極在している膜タンパク質とか、まあ、いろんな糖さとかですねそういう機能性分子が制御しているのは間違いないんですけれどもじゃあどんな条件で変形するのかという、まあ、基本的な、えー、と気候に対しては先ほどのような物理的な理解ですね膜の曲がりやすさとか 膜面で特定の物質が集まったときに境界に働いている、じゃあ、聴力ってどんな寄与をしているのかということを理解することによって、このような膜変形による輸送現象というのを理解できるようになります。はい、ここまでをです、ね、まとめますと。 人工細胞を用いて細胞の比較的シンプルないろいろな形っていうのや膜変形の過程を再現することができますよとで。その形はですね、基本的には膜の力学的なエネルギーっていうのを最小化することで、なぜその形が安定になっているのかという基本的な原理を理解することができます。でこういった物質によらないですね理解というのが まあ生物、その分子生物学とか、まあ、そういった学問に加えて、えー、非常に重要だと我々は考えて研究を行っています。はい。で、ここでですね、えー、終わりまであとちょっとになってきましたが、えー、じゃあ、こういう研究をしているときにですね、よく聞かれるのが、研究者になろうと思ったきっかけってありますかって聞かれるんですけど、まあ、すごく正直に言えばですね、明快なきっかけっていうのは私はないです。でも、 今、研究者になっているので、まあ、じゃあなんで研究者になっているんですかって言われると、まあ、そのいろんな本を読んだりとか、いろんな人とまあ話をしたりしていく中で、あこの現象とか、こういう研究分野、すごく面白いなって思,う思えるものにまあ出会ってで、それについてあの邪魔されずに、ここ大事ですね、邪魔されずに、とにかくまあ好きなだけ研究できる。 というのは、まあ、研究者なので、まあ、あの、そういう気持ちになったからですね。はい。で、あとは、まあ、生命現象って、あの、さっきお話ししたような、まあ、原理としては結構一般的なんだけれども、でも一方で非常に多様で、で、多様なんだけれども、うまく、まあ、あの、制御されてる。で、そういう生物の、あの、面白さもありますし、 一方で、生物を構成している物質そのものに対してもすごく面白い特性があって、まあ、そういう面白みに気づいたので、最終的にまあ研究者になったというふうに言えるかと思います。まあ、いずれにせよ、あの、そんなに明快なきっかけはないです。はい。で、研究者になってよかったですかはい。えー、これはですね、まあ私は、あの、 どうですか進めますかとかよく聞かれるんですけれども、まあ、研究の世界はですねよく言うように、まあ、あのいろんな世界もそうかもしれませんがあの男性が多くて女性の知り合いは少ないですはいおっしゃる通りですでその点はちょっと寂しいところもありますし大変な点もあのもちろんやっぱりありますでも、まあ、研究は先ほど述べたようにやっぱ自分の興味関心に沿ってやってるものなので基本的には楽しい大変な点もありますが 私今研究室とか、あるいはまあ授業で会う優秀な学生さんとのやり取りも非常に楽しいというわけで、今のところはあの研究者ゃない方が良かったかなと思うことはなくて、まあ、その点ではとても幸せだと思います。はい、で続きまして、えー、応用ですね。応用に関する話も少しだけ紹介したいと思います。 今まで出てきた人工細胞、このリポソームと呼ばれるものは、まあ、先ほど最初に述べたように、非常にです、ね、生態親和性が高いので、とにかく応用に向いています。で実際、ですね今のですねコロナワクチンで皆さんがきっと打ったと思われるものも、このリポソームをベースに作られています。でじゃあ、このリポソームを使った医薬品とか化粧品をどんどんです、ね、使っていく上で、どんな問題があるのかといいますと、 え、最も基本的なところはですね、壊れやすいという問題です。これは先ほどあの動画をお見せしたように、膜だけでできているものってとにかくもう熱で揺らぐぐらいものすごく柔らかいんですね。だから、この中に何かを入れようとするとすぐ壊れてしまって、あの、漏れてしまうと。薬物がね、例えば。じゃあどうしたらいいのか。硬くすればいいじゃん、丈夫にすればいいじゃんとなんとなく思うかと思います。でも、 その丈夫にする仕方たにですね、工夫がやっぱりいるわけです。で、私たちはどうするかって考えたときに、ちょっと細胞に学ぶのがいいでしょうということで、えー、細胞はどうやって自分自身を丈夫にしているかというと、まあ、赤血球、これ赤血球の例なんですけれども、膜の直下に、アクチンと呼ばれるですね、あのタンパク質からなる、えー、骨格ですね、アスペクトリンとかね、からなるあの骨格と呼ばれる、えー、ネットワークのようなです、ね、構造体を持っています。 じゃあ、これを模倣すればいいじゃないかということを考えまして、この人工細胞の内側に、こういうですね分子がお互いにこう絡んだ、ゲルってわれわれ言いますが、ああ食品のゼリーとか豆腐とかですね、よくよく見てみると、分子がこうネットワーク上に絡んだ状態になっています。これを細胞膜の直下にある骨格みたいに。 膜の内側の直下だけに作りましょうということを考えました。これはなぜかというと、従来の、えー、人工細胞の応用ではですね、この人工細胞の表面をですね、いろいろ安定化させるために、就職、いろんな分子つけますで。そうすると細胞とこの表面が相互作用してしまうので、まあ、それが意図せしないあの生体反応を 起こしてしまうことがあるので、まあ、実際の細胞骨格みたいに内側にまず入れましょう。ということで、内側にセットします。じゃあ、えーと、こういう細胞骨格用の構造を作るために、えー、どうしたらいいでしょうと何を使いましょうということで、我々が着目したのは DNA です。さあ、なぜ DNA なのかということです。 で、皆さん DNA ナノテクノロジーというのは多少こう、ちょっと言葉は聞いたことありますでしょうかどうでしょうかねえ簡単に述べますと DNA ナノテクノロジーというのは DNA を構成している要素である ATGC と呼ばれるこの4つのユニットが非常にシンプルなルールで分子ができていまして A と T、C と G、この2つしかくっつかないんですね。で、この分子の配列を自在に変えることができます。で、その配列をですね、自在に 組み合わせたものを単純にまあ溶液の中に入れまして、温度をですね、緻密に変えます。で、そうすると、えー、決まった配列で、この DNA がですね、どん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 構造を作って、例えばニコちゃんマークとか星型ができますよ、ということがですね、2006年ぐらいに分かったわけです。で、ここからまあ様々なナノテクの技術が発展しまして、今までにいろんなナノ構造体っていうのが生まれて、 で、応用されてきています。で、我々はですね、そういう知識を使って、これを使って細胞骨格を作ろうということを考えました。で通常の DNA というのは、まあ、二重らせんを持っている一本差ですよね。で、それをちょっと変わった配列にしまして、ネットワークを組むためには、こういう分岐ですね、分岐を持つ構造になる必要がありますので、 分岐を持つような DNA を設計しまして、それを単純に水の中に溶解して温度を下げますと、勝手にこのカゴメ講師の先ほどあの細胞骨格の模式図をお見せしましたが、こういうカゴメ講師状の、えー、と網目を DNA 単体で作ることができます。でもちろんこの DNA の設計を変えれば、いろんな網目構造というのを作ることができます。 で、この強度はじゃあ何でできてるかっていうと、例えば、その、えー、蜂の巣がですね、なんであの形なのかとか、いろんな、まあ、議論があるように、この形にもよりますし、まあ、DNA のこの結合の強度にもよります。まあ、そういった、まあ、あのりょあの DNA の構造に由来した力あの、力学的な特性というのを持ちます。で、これを作っただけでは、えー、人工細胞を強くすることはできないので、次にしなければならないのは、 リポソームの膜の直下にずれないように、この DNA の網目をですね、くっつけるというプロセスです。で、最も簡単なものは何かというと、まあ、DNA はですね、負に、電気的にですね、負に帯電しているという性質がありますので、このリポソームの作り方をちょっと工夫しまして、最初にですね、油中で脂質の一枚膜を作ります。で、その状態の中、その状態で中にですね、DNA の網目をですね、入れておきます。 でそうすると、この脂質をですね、性に帯電しているもので準備しておけば、電気的な性電相互作用で DNA はですね、うまく膜にくっつくんじゃないのかなということはまあ、ちょっと安直に考えますで、その後に、まあ、生体はですね、あんまりこう、電荷が表面に出ていると相互作用してしまうので、電気的には中性な膜でその表面はさらに覆います。で、このプロセスで実際作ってみるとどうなるかっていうと、 ま左側がですね、普通の水溶液中ですね。水溶液中でネットワークを作らせてあげると、網目ですね。これはものすごく小さいので、えっ、ー、と、このスケールバーが50マイクロメーターなんですけど、非常に小さい、ま、つぶつぶでしか見えません。でもこれをですね、あの、生に帯電した膜で覆われた空間の中に入れるだけで勝手に膜表面上に極在してくれます。で、これをさらにもう一枚、外側から膜を覆うことによって、 で、それが、その赤で、えー、光ってるやつですね。で、それを、えっ、ー、と、覆うことによって、中に細胞骨格みたいな、こう、薄い、え、シェルをですね、作ることができます。で、このシェルを持っている DNA からなる細胞骨格みたいなものを持っているやつに対して、浸透圧を与えてあげます。で、さっき浸透圧を与えると、あの、人工細胞ってどんどん水が抜けていって、あの、脱水していくよっていう話しました。 で、さっきの話ではですね、あの、ゆっくり脱水するんですね。でも、浸透圧の、あの、大きさが、浸透圧差が非常に大きいと、リポソムは破裂してしまいます。で、例えばこのぐらいの浸透圧を与えると、リポソムはほぼ100%破裂します。でも、この DNA 骨格を持っているものは80、80%以上ですね、ちゃんと、えー、耐えているということがわかりますし、穴が開くときにもですね、この内がかなり硬いので、 こうボスッと一箇所とかね、穴が開いて、でも全体は維持されているということが確認できましたと。で、これで DNA というものを使って、ちゃんとですね、えー、丈夫なカプセル作れましたよということを今やっています。じゃあ、えー、と何がじゃあできるかというと、まあ、今まではだからリポームの中にお薬入れると、なんかこうターゲットに行く前に柔らかいから薬物漏れちゃったと。 で、これに対して、じゃあ、従来どうしてるかっていうと、例えば、中に硬い材料を入れるんだけれども、そうすると、その硬い材料にですね、薬物が捕捉されてしまうので、なんかちゃんとリリースされないという、外に薬物が出ていかないという問題がありましたよ。で、それに対して、我々の経営の場合は、硬い骨格が、この細胞骨格みたいに、膜の直下しかないし、しかも非常に薄いので、薬物はこれに捕捉されません。まあ、ちょっと、あの、あの、工夫もありますが。 で、なので、この骨格をですね、何らかの刺激を与えて壊してあげると、まあ、例えば光でこの分子を壊すということがいろいろできています。そうしますと、骨格の崩壊に伴う薬物の放出制御というのができるかなということを今考えて、まあ、いろんなあの化学系、この分子設計が得意な方々と共同研究しながら、こういった応用の可能性を考えているところです。はい。で、以上ちょっとまとめていきますと、 私が専門としてきている分野というのは、生物物理やソフトマター物理と呼ばれる分野で、主にはそういう柔らかい、生物も柔らかいので、そういった材料を対象とする物理学です。でそれは多分皆さんが持っていた物理学のイメージとはちょっとかなり違うかなと思います。でじゃあなんでそれは面白いんですかと言われると、私なりにちょっと考えてみたんですけど、 まあ、生物とか、先ほどの,あの医薬品、化粧品とですか感じですね日用品、身の回りにあるものっていうのを、まあ、物質の集合体としてどんな原理でそれがなっているのかっていう、こう物理的な視点から理解することができます。これは、まあ、へ生物といのが非常に複雑な材料ですので、あの物理から理解できるっていうのは、できるんだっていうふうに思う方もいるんじゃないかなと思います。 で次にですね、複雑な現象やその物質っていうものを簡素化して理解するっていう、この見方ですね、理解の仕方っていうのが私はとっくに好きだと思っています。でこれがその生物が好きなん、生物は好きなんだけれども、学問として生物は得意じゃなくって、専門として受け入れられなかったというか、まあ、できなかったし理由でもありますね。学問の本質としては、物理的な理解の仕方、捉え方の方が。 私は相性が良くて、でも好きな対象物は生物だったというのが、まあ、ここにもちょっと関係しています。で、最後に、えーと、そういった研究でまあ使っている材料というのは、最後の例にもお話ししたように、実は我々の日常に役立つものが非常に多く存在しています。ですので、まあ、あの役立つものづくりというまあ工学的な利点もあろうかと思います。 でこういったですね、まあ、生物物理とかソフトマターとか面白いなと思った方、ぜひです、ねまあ、どんな学問なのかなというのをちょっと、えーまあ、調べてみるなにしていただけると非常に嬉しいなと思います。で、東京大学ではですね前期課程の1年生、2年生に対して、えー、我々のですねこういった専門分野に対してだけでなく、まあ、量子コンピューターとかいろんな学問域に対して、 ちょっとですね、アドバンストな授業というのを展開しています。これはあの希望する学生さんに対して選抜を行って、そういう非常にアクティブな学生さんで行っている学問です。で私もその中で物理学による生命の記述という講義を一つ展開していますで。授業形式もちょっと変わっていましてですね、今オンラインの授業なので、えー、授業の前にですね、授業内容に関する動画をですね、みんな見てあの予習しておきます。 で、授業時間の中では、まあ、質問とか、ある、えー、トピックスに対してみんなで考えるという発表の場だけで、とにかく90分以上を使うという、あの、授業で、で、その90分で収まらないぐらいみんなよく議論したり、質問したりしていて、非常に、あの、アクティブな授業になっています。ですので、ぜひ皆さん、あの、東京大学に来た際には、ちょっと覚えておいてください。 それからですね、生物物理面白いな、もっと知ってみたいなと思われた方、ぜひですね、えー、インターネットでで、生物物理のワークショップ、あるいは生物物理学会というのを検索してみてください。えっと、11月23日、祝日の時にですね、11時半、えー、っと、午後ですね、1時半から、オンラインでですね、 えー、生物物理に通流で生命の謎を探るという、まさに、こう、今日お話ししたような物理的な視点で生命をどうやって理解しようという内容について、お互いにですね、ちょっと、あの、オンライン上でやりとりしながら、えー、学ぶという、えー、ワークショップが開かれます。で、3人の先生で行うんですけれども、そのうちの1人はですね、あの、夏学期のプログラムで、この、えー、金曜特別講座でお話しされた西口先生になっています。 で、これは無料です。ですので、ぜひ、あの、ご参加いただければと思います。はい。私の講演は以上です。ありがとうございました。 えーとですね、細胞間接着において、えー、と細胞のこういう総分離が、えー、と貢献しているという、えー、と話はあります。例えば、えー、と例としてこれなんですがこの左側を見てくださいね。えー、とこれはです、ね、隣り合う人工細胞同士が細胞,間細胞膜での総分離を介して、えー、と接着していますよというプロセスを、えー、説明しています。 でもです、ね、接着と融合とは全く実はプロセスが違うんですね。細胞膜というのは、最初お話したように、脂質が非常にタイトにくっついているので、それが切れる瞬間というのは非常にエネルギーが大きいです。ですから、人工細胞もです、ね、変形はするんだけど、ブチっとは切れないんですね。だから融合も実はかなり起こりにくいで。そのプロセスには膜タンパクとか、他の分子がまあ有効に働いているというふうに思ってください。 えっとですね、これは、えー、まずです、ね、横軸が横実はこれあの軸がありまして横軸が体積が抜けているんですね右側の方が体積が少ないで縦軸方向は何かというとこれさっきの分子数の差を表していまして上側の方は内膜の分子が多いやつで下側の方は外側の分子が多いやつですで人工細胞の場合はです、ね、内膜と外膜の分子の輸送をする こう促進する分子がないんですね。生物の場合はあるんですね。なので、人工細胞の場合は、最初作ったときは球体なので、その分子の内膜と外膜の分子差がどんなものかわからないんです。でも、脱水させていくと、その差がによって、いろんな形になりまして、内膜が多いやつはこの矢印で上だけです、上だけ。で逆に外膜の分子が多いやつは下だけに行きますよという意味です、この矢印は。 はいえー、っとですねそれはですねまず2つ重要な点があります。1つ目は水を抜く速度です。速度が遅いときには、それぞれの地点における体積の割合によって安定な形というのを取ることができますが、非常に大きい浸透圧を与えた場合には、ですね水が抜ける速度に追いつかないんですね。そういうことです。はい 残念ながら違うんです。えっとちょっと今回は病気に関する赤血球の話は抜いてしまったんですけれども、遺伝子の病気とかですね、その釜型赤血球もそうなんですが、マラリアとかね、釜型,型赤血球ってマラリア感染者に多い形だと言われているんですが、その時ってあの、この細胞膜自体の性質がですね、非常に大きく異なるんですね。どんな形について考えているのかっていうと、基本的な膜の例えばさっき言った バネ男性に該当するような値は、ずっと一定の条件でこれ、変形を考えているんですけれども、釜形の場合はですねあの、その膜とか細胞自体がです、ね、ものすごく硬くなるんですね、これに比べると。でそういった非常に硬い条件下で、かつ体積が少ないというのを入れないとあの説明できないです。 はいえっと今日の,あの講演の中では、直接操作したあのデータというのをお見せしていないんですけれども、実はです、ね、分子を操作するというのはそんなに難しいことではないんですね。でそれはなぜかというと、えっと、リポソーム、じゃあそもそもどうやって作るかというとです、ね、このリン脂質を水の中にバラバラにすれば、勝手にこの脂質が集まって膜ができるという話しましたね。ですので、このリポソームの,この膜というのは、 疎水器の部分と浸水器の部分という、この性質を持ってさえすれば、逆に言うと、分子はここに集まってくるということを示唆していまして、この状態に要するに外から、このリン脂質に似たような分子、だから、解面活性剤でもいいんですけれども、そういった分子を添加するだけで勝手に膜に入ったりとか、逆に膜を引き抜いちゃったりする、そういう性質を持つものが基本的なまあ潜在分子です。 でそういう分子を入れるとあの分子数は簡単に変わってしまいます。まあ、問題はその数を減らしたり増やしたりしたときにそれをどうやって定量的にあの評価するかっていう方がまあ難しくって、まあ、簡単な方法はその点火する分子に傾向と呼ばれるある特定の光を当てると光るような あの仕組みを入れておいて、そうすると入った分だけ光るので、それで、まあ、定,定量化しましょうというのがよくされることですね。はいえ、そうではないんです。 この、えー、とはしごがこうかかっている部分分かりますかちょっと模式図で書いてるんですけど、この部分は二重らせんがあります。で、このちょうどです、ね、交差している真ん中の部分、このくっついてないところはですね、お互いにくっつかないようにわざわざ、例えばですけど、ATGC の中で T だけとかにしちゃうんですね。で、そうすると、ここは二重らせん組まないし、 実は ATGC の中でどういう組み合わせが一番柔らかいかというのを実は研究がされていて T を複数ここ並ばせるとですね最もあの柔らかいですだから交差点の部分は T だけにしてありますというそういう,まあそういう設計によって部分的に二重結合を作って、えー、お互いに分子同士を組み上げていくでも分岐点は二重結合があると硬すぎて曲がれないので曲がらせたくないところは二重結合を作らないと そういういことをしています、はい、この DNA 折り紙の塩基配列は先生ご自身で設計されているんですかえっとです、ね、多少は改変してますけれどももともとこの Y 字のネットワークというのはかなり古くから研究がありまして、まあ、それをあの使っているのでそんなにここに関する新規性はないですけれども、はいあええ、ただ個人的に興味があるのはこういうネットワークの網目の,、まあこの水素結合に由来するエンタルピーとか このネットワークの幾何学的情報とカプセル化した時のこの丈夫さというのがどうなっているかという、実はその応用で最も重要な、硬すぎると血管が詰まるのでダメでとか、そのなんかいい、ちょうどいい配列というのは実はまだ分かっていなくって、そういうちょっと地味なんですけれども、重要だと思われる点が個人的には興味があって研究しているところです。ありがととうございいいいまますす、はい、大変面白いと思いますはい まず第一にです、ね、今までこういうあのリポソームは先ほど述べたように非常に有用なのでいろいろ応用されてきているんですね。でも、うん、細胞骨格みたいなあの非常に薄いゲルの骨格をです、ね、内側だけに作るというのは実はそんなに全然簡単なことではないんですね。DNA がなぜ材料として優れているのかというと1つ目はですね、やっぱり。 この技術のときにお話ししたように分子がくっつく原理というのがものすごく明快なんですね ATGC この2つしかくっつかないでさらにそのくっつく強度というのは水素結合だけなのでどれぐらいの強さでくっついているのかも実は計算ができるさらにこの網目もですねちゃんとこう,こう設計したらこういうネットワークができますよというのがわかるでこういうきちんと分子からその後できた網目構造まで ききちんんんと設計ででるよううななな構造体っていいのはそんなに多くないんですねもし設計できたとしてもなんかこう人工的なものだと体との相性がやっぱり悪くて使えないという問題がやっぱりありますでこのえっと材料に対してもやっぱりあの本当に生物大丈夫っていうふうに思われると思うので実際にですね細胞にこれをですね DNA 骨格使いますよっていう論文を仕上げた時にこの DNA をですね生細胞に 巻いてで、それ生物が大丈夫か死なないかというテストをして、一応確認してですね、まあ、大丈夫だよっていうの、ある程度は大丈夫だよっていうのを確認しています。はい、厳密なところはこれからね、実際にあの検証していかなきゃいけないなとは思っています、えっと。私からも質問、これ、はい、ぜひ DNA。DNA じゃなくて RNA を使った RNA 折り紙にするっていう手はうういや、あると思います。RNA ベシクル作ろうという人とか、まさまざまいますよね。ですので、同じような多分、あの、 アアイディアで、やるといいうのは全然ありだと思いますでその時に先ほど述べたまあ力学特性と分子設計のその相関であったりとか、あるいはもう一個,もう一個あの重要な点がありまして、血管ですね、構造欠陥をいかになくすのかというのが非常に重要で、血管がちょっとでもあると、そこに応力集中して割れてしまうという問題があるので、まあ、今はその先ほど述べたあの力学特性と血管をいかになくすかというところにですね、研究を 割いていますなので、まあ、RNA だとこう別の展開っていうのが何かは期待されますかねちょっとょそこはあまり分かってないですけど。えっとまあ細胞の中に DNA 入るとちょっと心配という話の場合 RNA の方が分解されやすいので。なるほど。まあそ,そこだけですけど。いやでもそれはあの今まで多分されたことないと思うのででもベーシックな考え方は一緒だと思うのでそれはちょっと試してみたいなと今思いました。はいありがとうございます。 なるほどその生物学的な詳細な説明は私は多分できないですね多分えっ、ー、とですねこう,こういう微小な変形というのはあの結構しょっちゅう起こりますなので多分少しの程度であればそんなに機能は変わらないんじゃないかと思いますが厳密なところはちょっとわからないです それは、うん、表現が難しいですね、うん、物理的な視点で言えば、1、まあ、つの考え方は、ですねまず揺らいでいないようなまず安定な形をそもそも取っているか否かで考え方がまず変わりますで。結局の場合は、わずかな浸透厚さで先ほどのようなこういうプロセスを経て変形はしますが、基本的には可逆的で、まあ、最も登頂であればこの形に戻ってくるので、 それが安定な形としてなるような、まあ、あの物理的な機構があると思って捉えます。で、一方で、例えばがん細胞とかってあの、がん化した細胞って転移しますよね、体の中で。その時って細胞が運動していくわけですね、体の中で。で、そのときにはむしろその動く過程を考える、安定な形というよりは。どうやって細胞が動いていくのか、その過程に対して物理的に捉えましょうというふうに 考えるので、形の分類とは言わないですかね。えっ、ー、と、そうですね。あとは、まあ、そのゴル自体とかですね、非常に複雑な形っていうのは体の中に実際にあるので、まあ、それは、あの、今回お見せしたこれによりももっと複雑ですね。で、それは、あの、実際生物でも電子顕微鏡とかを使って、形をですね、より詳細に分類をして、で、えっ、ー、と、基本的なモデルは一緒です。基本的なモデルは、今日お話ししたやつと一緒です。で、ここから、えっ、ー、と、 もっと自発的な、この、えっ、ー、とですね、これですね、あの自然な形と言われて、これをですね、もう少し複雑化するということを経ると、えー、とゴル自体ぐらいまでの形まで実はあの表現できます。なので、分類もありますし、まあ、どこまで複雑な形が、こんなシンプルなモデルで言えるかというと、まあ、ゴル自体の部分的な,なんか形とか、穴が開いた形ぐらいまではいけます、これの,あの変形で。 式の変形でいきます。えっ、ー、と、赤血球を、えーあの、人工細胞をそういう形にすることができるかという質問であってますかえっ、ー、とですね、それは1種類の分子の球の状態から作り上げることは、えー、とできないですね。だけど、式としてはどういうふうに えと変えればできるかは分かります。なので、外から分子を入れ込むという話しましたよね、うん。あのプロセスをうまく操作できれば多分できるはずです、原理的には。でも、複雑な形を作れたという報告は多分私は知らないかな。だけど、あのー、 そうです、ね、なんかこういうなんか綱みたいなやつとか三角形とかなんかこのぐらいの形であれば全然簡単にできちゃって穴を開けるとかですねこう難しいです。で、えっと、さっきあの白血球とかこういろいろなあの話出てきましたし途中の質問で鎌形結球赤血球の話も出てきましたが。 ちょっとまあその簡単なえっと今回話したえっと男性エネルギーだけではえの説明できないものもあります。それはあのやっぱりそういう病気由来のえっと形でそれはあのそうですねエネルギーの最小化だけでは言えないのもありますし中で対流とか動的な変化を経て動く細胞とかもありますのでそれはもう動く過程を考えないとその形は理解できないので今回みたいなこうどういう形が安定かという えとロジックででは説明できないです判別はですねしてないんですね。これ、えー、とどういう意味かというと、まあ今、今やという意味なんですけど、えーと、ちょっと待ってね、質問の意味は、われわれが設計するときにどうやって HGC を判別してますかという質問で合っていますか。 ってますかうんでそれはもう今はですねこれ設計したら ATGC の配列を我々が考えたら合成してくれる会社があるんですよ実は、うん、なので ATGC でこの配列だけをとにかくモデリングして計算してこの配列で作ってくださいというともう戻ってきちゃうんですよねでそのサンプルはあの当然ですけど DNA 非常に小さいので我々はちゃんと狙い通りに作れてるかどうかはまあ分からないわけですよね でも、温度を下げて、水素結合を自発的に作らせて、それを例えば、いろいろですね、そういうナノメートルスケールの構造を見る手法というのがあります。で、それで見てみると、こうやってニコちゃんマーク設計通りにできているよとかね、我々の経緯であれば、これ、こういうあのネットワーク上ができているよという、これは解析することが、実際見ることができるんですね。で、これを見て初めて、あちゃんと。 設計した通りに多分分子はできててきちんと思った通りに水素結合をしてネットワーク組んでるらしいぞというのが確認できるということです。順番としては。うん、そうですね。それはやっぱり赤血、えー、球ってそもそもなんでへこんだ形してるのかって問うとですね。非常に細い 血管中を赤血球ってヘモグロビン運搬しなきゃいけないじゃないですか。で、その時に完全球体だと、これこのまま維持するってことは直径より細い球って通ろうとした瞬間にもう破れますよね。破れるしか貝がないわけなんですよ。だけど赤血球だったら何ができるかというと、えー、と後半で一瞬見せたようにですね、こんな感じでパラシュート形状って言って、へこみを片側に一時的にこう寄せ集めて、 折りたたまれることができきるるんでです、ね、だから変形できるでこれで細いところを追加通過するのが終わったら元に戻るという。でこの元に戻るのが何でできるかというとひとえに細胞骨格のおかげですそこは。で細胞骨格っていうのは膜の直下にそのアクチンとかあのそういうまああの繊維状のですねタンパク質からなるこういうネットワークができていてでこれを持ってる赤血球はだから初期状態として体積はだから Q じゃないんですよね。 だから、表現難しいですけど、あの骨格全部外したら、じゃあ、赤血球どうなりますかっていうと、そういうあの研究も昔なされていまして、その場合はどうなっちゃうかというと、赤血球ありますよね。ここで骨格外すと、こっち側に流れちゃうんですよね、こっち。だから外の膜が結構多い状態になっているらしいです。で、なので答えは、なんでこのまま維持できるんですかっていう問いに対しては、細胞骨格がかなり硬いです、膜に比べると。 で、それがこの安定な形を維持していると。で、この状態でも細胞骨格が厳密にはなんか膜にくっついた状態がちょっと離れたりとかするんですけど、だから表面で厳密にどんな形になってるかって見ると、実際ちょっとふわふわしてるんです。ちょっと動いてる。うん、なので、まあ、質問元に戻ると、なんでって言われると、やっぱりそれはあの細胞骨格のおかげです。でもそこになんで落ち着いたのかっていうと、まあ、機能との。 最適化なのかなと私は考えてますけど、まあ、進化の過程でもあるので分かんないですね、はい。それはね、確かめた人いないんじゃないかな、少なくともちょっと私はあの見たことないです、こっち側に移行するやつしか見たことないので、ちょっとやってみたら面白いかもしれないですね、それは確かに。 植物の細胞、難しいですね。植物の細胞、私、詳しくないんですけれども、そもそも、単離した細胞が細胞、植物でもあるのでしょうか。ちょっと私の知識の限界でして、そこはちょっとわからないです。でも、まあ原理的には、孤立した細胞であれば、基本的に同じようなあの論理が使えるのではないかとは思うのですが、はい、ごめんなさい。ちょっと正直、そこちょっとわからないですね。 時間になりましたので本日の金曜講座はこれで終了とさせていただきたいと思います本日は東京大学教養学部統合資源科学科の柳沢美穂先生にご講演いただきました柳沢先生どうもありがとうございましたはいありがとうございました